はい、こんばんは、うどんです。今日も信長の野望新生、今日からは池田恒興編スタートしていきましょうか。今回プレイするシナリオは久々の群雄両乱。あんまりやれないシナリオなんですけど、まあ群雄両乱、いつもの今までの過去シリーズの英雄集結系シナリオよりはまだ面白いなと思いました。前回のプレイで、前回なんでプレイしたんだっけ。石田か。前回石田家でプレイしたんで、あ、違う、あれだ、ゴンベイか。石田はやってないのか。ゴンベイでプレイした時、割かし結構各勢力積極的に動いた感じがする。なんで、まあ、今回も各勢力の動きをねっとり楽しみながら行きたいな。ちなみに、池田家、ここからスタート、鳥取城。周りは山名、細川、榊原、森、天子、浦上、浮田、天子、水野。池田を選んだ理由の一つが、近くに織田とか北条とか武田とか、大メジャー国がないっていうのが、いい位置かなと。なんか超メジャー勢力を落とすと、どうしても武将がそういう連中になっちゃうんで、この辺りだったら多少領地拡大してもあんまり植民地から変わらんだろうっていう。南西に挑むとするかな。ちなみにメンツは、常ちゃん、池田がいっぱい、池田すっごい池田。何おんねん。456789010、池田が10人。いやー、ちょっとね、外交は今んとこ不明なんですけど、池田10人。まず常置、一所懸命、健康、白塗り、威圧。まあ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 、73、72。で、池田長吉、72、60、61、73、足止め削除、うん。で、池田光政、かく乱、いいですね、かく乱自衛、防災賢人。そうそう、なんか大阪の陣シナリオぐらいでやると、まあ、今回、新鮮に大阪の陣ないんですけど、大使とかの大阪の陣見ると、池田家はこの辺いっぱい持ってるんですよね、かなり池田家の領地広いんですよね。いやー、もう、まあ、戦国うまく生き抜きましたね。常ちゃん自身は死んじゃいましたけど、小牧長久手で。で、池田光政優秀。ちょっと待ってよ。常置、長行は長吉の長男。光政は年高の嫡男。家光より一字を賜る。ちょっと待ってくれ。統率、名前順。うわぁ。誰？統率、名前順。まあまあまあいいや。池田重俊。あれ？これは、下妻の長男なんだ。母は池田恒興の養女、七条。へぇー。池田恒興の養女が下妻の頼辰の、嫁になってるんだね。はじめ京野に仕えたが出奔しておじ池田達磨さんに仕える。池田重俊、大阪の陣で勲功。へえ。で、池田忠勝、輝政の三男。重俊はまあ、輝政の三男で、池田照純、輝政の四男。母は、徳姫。はい。母は徳川家康の娘、徳姫。城下町は交通網整備、6万8000石を有する。官位も侍従まで。家中で池田騒動。凡庸。で、池田家の中高の祖といえば、やはり池田輝政。激励、公正、修繕。常興の次男。本能寺の変化は豊臣に属する。姫路宰相。あれ、嫡男って小牧で死んだんでしたっけ、常興。で、年高が、輝政の、長男、嫡男。あー、やっぱり長男死んでるか。父の死後、播磨姫路、52万石継ぐ。治世わずか3年で急逝。なに、徳姫が、忠次を後継とするために毒殺した。なるほど。おー。で、池田長吉が、
や、池田長慶が常興の三男、輝政の弟、秀吉の養子、天下統一事業に寄与、稲葉鳥取藩主、つまりな、常ちゃんを元祖として長吉系と輝政系、輝政と長吉の2つで、輝政の息子たちが正綱と利孝と忠勝ね、はい、で池田光政が、池田光政が、利孝だから輝政系な、よしよしで長吉系、輝政系と長吉系、よし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 、ちょっとまあ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 、そんなで、まあ、後のメンバーは吉岡定勝、まあまあ有能、千成病団を奪う70、66、58、37。あー、ところでこれ池田系も組頭なんで後継ローテーションが可能なんですよね。それをやるかどうかちょっと迷うところ。山崎、池田利孝に属す山崎、山崎家春、森下同様、上殺しに敗れる中村春次、上殺しに敗れる山崎家森、山崎のもうダメだ、池田家以外はもう正直、まあ内政ができる山崎家春とちょっと戦える吉岡定勝ぐらいですね。いやー、これもしロンダリングするんだったら最終的に君主は輝政ですかね。池田輝政君主は悪くないような気がするんだよね。もしくは長吉か、ローテした輝政かな、姫路最初で。周りの国ざっくり見ると、まず山名、もう見るものは何もない。はい、見るべきものなし、山名で榊原、世に通ずるか試さん。榊原はまあまあいいですね。榊原一族と別所一族がいる、カスヤンもいる、まあカスヤンはカスですけど、別所と榊原、榊原別所で森家、森吉成で、森長吉もいる、池田千もいる、森蘭丸もいる。森家はね、頑張って吸収したいですね。で、尼子国久、戦国のよう戦い抜かん、じゃあ鹿之助じゃん。あー、そうか、そうだね、そういうことか。尼子勝久、そう勝久が、国久系だから山中鹿之助がいるんだね。おー、国久、山中鹿之助、立原さん、あれ、さ、息子どうした、実久、あれ、いなくない、亀井さんもいる、はてで、さらに1個行くと常久のとこ。おお、こっちにいますね、実久。ふーん、なんでやろうなんでやろうね。実久、久行、春久。おお、なんかね、若干不具合の予感がするな。雨子、森、榊原、山名、細川雄斎は、ああ、赤井直政がいる。細川プラス赤井ですね。それと、裏上、明石照澄が含まれている裏上家と浮田。まあ、みたいな感じですね。みたいな感じ。よし。じゃあ行きましょうか。
最初の目標としては森家を吸収したいんですけど、城が3つもあるんで結構厳しいと思う。なので城 1個スタートなんで、まあアマゴですかね。アマゴでしょう。アマゴ国久でしょう、最初の狙いは。で同盟はちょっと離れたところの大きくなりそうなところを見極めたいって感じ。いや、あんまり見ないシナリオだから、最初はすごいネットで見ちゃいましたね。城1個スタートですからね。うん、明智とか長壁とかでかくなる、まあどこがでかくなるか分からん。関東は絶対に北条家じゃないですか。畿内とかね、畿内とか中国とか四国とか、まあ四国はさすがに長壁ちゃうかなと思うんですけど、どっか大きくなるのかも楽しみですね。よいしょ。まあなんで今回はちょっと割とねっとり遊びたいかな、兵糧庫。ああそうですね、確かに北条家はね2つに分けてもいいような気がする。全然だって武田だって分かれてんじゃん。よし、武田が確か信玄と勝頼でしたっけ。あ、違ったっけ。あ、ごめん、武田分かれてないのか、ごめん、なんでもないわ。武田は分かれてなくて、上杉が分かれてんのか。長尾正景軍、長尾正景軍と上杉謙信軍。まあ越後はでかいもんな。そっか、武田真田がいないだけか。うん、あと村上義清。あ、島津が分かれてんのか。あー、なるほどね。城の数が、まあ城の数との都合ですかね。あと徳川と信康に分かれてますしね。家康信康に確かに武田信玄城2つしかないんだっていう。北条はね、孫雲と氏康で分かれるべきだったのかな。あ、四天王と水野で分かれてる。徳川さらに、設定でチュートリアルやります。よし、まずはじっくり軍開発しながら、じっくり軍開発。じっくり軍開発&で、池田輝政にしようか。あれ、太田道館って今回いないんだっけ。なんかいつも割といるイメージがあるんですけど。あ侍大将ではあるのか。じゃあいっか。ごめん、じゃあいいや。侍大将ならいいや。今回、つねちゃん編ということで。さっき組頭だったんで、あれと思ったんですけど。かたじけなし。感謝いたす。さ、長行き、一回ちょっと外して。そうそう、そんなに今回、急拡大するつもりないですから。急拡大もできないでしょうから。よしよし。幸い上市場が近い。いや、幸いじゃないな、これ。近いと軍を取って弱体化ができないから、正面から殴り合わなきゃダメですね。この隅城とかだったら、多分軍を取って弱体化ってできるんですけど。ああ、そうね、山名宗全とかね、昔の信長の野望、蒼天禄にはいたんですけどね。最近だと長らく出てないのかな、山名宗全。あ、大内はね、大内義興いると思う。むしろ大内義興ちゃうか。
大内義興。いい、大内、天野、大内、大内、大内照弘、周防大内家、いとこの義高と対立、豊後大友家に、逃れて庇護を受ける、毛利に敗れて自害。いやー、大内強いですね。あれ、ということは、あ、これ前田か。あれ、能登のあいつもいるのかな。そうそう、畠山義房、畠山義房で、浅井はということは、浅井の当然助政、シングラヘッグをもらった助政、シングラヘッグ、おいおい、浅井助政えらいなんかキリッとした若いイケメンになったね。朝倉も多分これね、主君は総敵になってるんですけど、高影がいるはず。総敵が君主をやりつつ部下に高影で、大内、末は末家がありますね。末沖房、末春方。あー、末なー、末なーで、一条、あ、違う、山内だ。一条、一条ふさふゆじゃなくて、ふさいえか。一条ふさいえ。土佐一条家二大君主、二大当主。関白の次男。関白本人。一条ふさみち。とか、一条家まあまあいますね。そんなかな。堀、確かね、上杉にもあれ、パパがいたはず。長尾為景、長尾為景が出てくるシナリオないんですけど、なんで、あの、一部そういう武将がいますね。本来、あのシナリオ登場時点ですでに死んでるやつらが一部実装されてる感じ。ああ、今川も仙台がいるかもしれんね。宇治近だっけ。ウジテルはともかく、あー、いないか、いない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 。今川仙台の、あー、ごめん、仙台ウジテルでいいのか。仙台ウジテル、あとさっき、あの、北条が、あの、北条が見えた、北条っていうか串間正成。でもさすがに息子は北条みたいですね、残念ながら。山田長政、パパの方だけ。あ、パパもまあ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 、松平清康強いですね。清康、これ徳川松平だらけですね。光国肛門万有紀、松平、そして大量の松平、大量だな、おい。よし、まあ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 、ほんと見始めるとキリがねえな。そうそう、あの、串間の子供は北条綱重。さあ、どんどん軍開発して、どんどん軍を開発しましょう。これ城1対1の状況であれば、軍内政がある分こっちの方が絶対的に有利だから、まずは軍内政きっちり終わらせよう。あー、助さんはモデルがいるからね、いてもおかしくないような気がするんですけどね。まあでもさすがにネタが過ぎるか。あと単純に年代がさすがに無理があるか。軍開発、まあ僕、あの、水戸黄門のイメージが、あの小説でだいぶ変わりはしたから、タイトル忘れちゃったんだけどあのタイトル忘れた、あの小説、もうちょっとキリッとしたのにしてもいいかなと思うんですけどね。
三国店か。お、もう動き始めた。榊原が動いた。今回はね、天下、まあ、あの、天下人と言える勢力になることですかね。まあ、機内を制するとか。お、ノーツ出た、ノーツ出た。あ、そう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 、あの、ね、これ忘れてた。そうそう、産方等の。交易。交易がある。銀山、僕ね、前回のプレイからあの銀山に対する見方がだいぶ変わった。山吹城、山吹城はね、取りに行きたいですね。馬、上市に馬がある。上市に馬、まあ補充さ当然ない。まあ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 、こんな感じ。うん、あ、これ榊原が山名を攻めてるから、僕この隅城を狙うのありかな。池田長生き。わかりました。まああの AI の格にもよる。まあ今回あのオールスター時代なんで、基本的に格の高いやつらが多いとは思うんですけど、この隅もう狙われてる。あ、細川が動いたのか。あー、ほんとだ、ほんとだ。もう山田終わったか。もう山田終わったっぽいな、これ。もう山田終わり。上杉が柴田になだれ込んでいる。で、本願寺もそれに乗じる。これ攻められたがむちゃくちゃ不利ですね、これ。土着ソフリやね。それに乗じてどんどん攻めてきちゃうもんね。で、信康くんあっさり食われる。信康食われる。滝川、あ、滝川家あるのか。そうか、滝川プラスクッキーか。いいな、滝川プラスクッキーも良かったな。気づかなかった、滝川家があることに。滝川家やるんだったら、あの、織田信長と同盟したいな。僕これこの隅城行きたい。細川を妨害しよう。いかに動くべきか。ちょっと占領部隊出す。まずちょっと占領しててください。ちょっと待ってね。先へと向かおうぞ。森下同様のいる、森下同様のいる軍に、池田光政が一番有能か。足止め、かく乱、かく乱。ああ、森下同様混乱か。ああ、かく乱は素晴らしい。妨害の喜びぞ。森下同様を混乱担当で出して、ちょっと道の開通します。先にまず道の開通部隊出陣する。いくらなんでもそう簡単には落ちんやろうと思うんですけど。ありゃ、あれ、あれ落ちる。あ、なんか落ちそうな気がする。落ちそうな気がする。これ落ちるな。これやりました。大農村、軍開発はほぼ終わったてはいるんだが、軍開発終了、軍開発終了。
いやーよーわかったな山名で。三国志14と違って歩を取っても収入にならねえから、細川側に回り込めればなんとかなんだけど、ダメか。どうしよう。この隅城を奪うつもりではいましょうか。この隅城ゲッ、森家の軍勢がここまで来てるもん。この隅城をどさくさに紛れて取るか、森家の軍勢をちょっと蹴散らしてギリギリで上市城を取るか。うん、ちょっとこれちょっとこっちは撤退。まあ榊原と細川が隣接して、榊原、うん、ちょっと今榊原に接触するの早い気がする。ちょっとこれ上市城の、上市城を回り込んでるな。いや、あのね、この隅か上しかね、どっちかしか取れないと思うんです。で、この隅城を取った場合、榊原と細川と隣接するよりは、この隅かなと思った。後々を考えて、そう、あと武将がね、っていうところで、で、上市城を削るだけ削ったところで、上市城をあの森家が削った後にうまーくイフやりたい。まずここ占領して抜けたところをすぐ占領する。本当か、本当にそんなうまくいくのか、何動くべきか、先へと向かおうぞ。一部隊出陣する。森下同様は混乱隊で残す。あとはちょっと池田シリーズ投入。感謝いたす。そう、4部隊用意して、ありがたく存じ、池田シリーズ投入。あー、でもそんなシリーズっていうほどでも、ないな。4部隊の古いところは今で混乱も、森下同様は混乱隊、混乱600、本体1500、あと1500、1500、1500、600の4部隊でいこうか。まずは先行。市場開発、うん、わかりました。あ、ごめん、国衆いたわ。国衆も出すか。国衆も出しましょう。お越しを願います。ここは初手にいろんなものがかかってる。で、ご詰め出しましょう。合戦範囲にご詰めを出す。つねちゃん、2部隊にするか3部隊にするか迷ってる。2部隊かな。うん、この部隊とこの舞台かな。遅れるでないぞ。よし、行きましょう。この古いところは今、これで5部隊、国衆含めて。で、すぐ戦取った。あ、これ届くの、これ
あ、届いてんだこれ。ああ、じゃあ。あ、じゃあ楽だな、逆に。森下どうよね、混乱なのがありがたいですね。耐久力1500。合戦じゃないよ。あ、いやいや、合戦、あれ、なんで合戦になんないの。いかに動くべきか。なんで、なんで、なんで、あれ、ちょっと待ってちょっと待って、なんで合戦じゃないの。いやいや、合戦しよう。あ、出た出た、よかった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 、よかったよかった、よしよしよし。ちょっと待ってよ、これが詰まっちゃってる。我らが物とせん、こちらに。ダメだダメだ、もうやらなきゃダメだ、移動できなかった。うん、大丈夫かなこの戦い。ちょっとね、若干怪しいね。そう、混乱が288。うん、今ね、あの合戦範囲がむちゃくちゃ狭かったのかな。こっちが弱点けど、森、まあ、正面を抑えて混乱部隊がバックアップ、左翼は三つ政が頑張る、森長吉、赤松正秀、三浦なんとか、ちょっとね、初手からね、守ら、ま、負けられない戦ですね。要所を手に入れるぞ、要所を手に入れる、続け。打ち死に込み、確かに確かに打ち死に込みだこれ。はい、こちらに。これ正面から押さえざるを得ないか。よし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 、混乱の準備をあっちに。そうなんですよ、長男、あの長男信長の野望にいないのかもね。あんまり見た記憶がない。もしかすると天正期とか蒼天禄とかにはいたのかもしれないけど。よし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 、もうこれはもう残しとこう、混乱大丈夫だろう。かかりました、我が先方にて崩れるがいい。よしよし、我が方が優勢です。が試される時ぞ、あれこそはと思うものは続け。古いところは今、ま、もう無理に打ち取ることもない。いや、出てきちゃった。命令とあらば、敵の軒口を封じる。いかに動くべきか。いかに動くべきか。あれ？武の古いところは今。動くべき時は今ぞ。さあ、こっち。あ、やばい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 。我が策にて試合。やばいやばい、危ない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 。これ逃げ道がなかった。打ち破ったよ。あれ、ああ、今の終わった。そう、元助元助でも、あれ結局意味名は伝わってないのかしら。高く勝ちどきを上げよう。よしよし、
美味しい。美味しい美味しい。なんと。よし、でこのまま。いかに動くべきか。このままこの城は僕がいただいちゃいましょう。でそろそろ撃って出てくるはず。オッケー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 。あ、太鼓リステム、あ、太鼓リステム結構そのいろんな武将いっぱいいるもんね。ソシャゲの方はどっちかっていうと、信長の野望に普段出てこないような女性武将がいっぱい出てくるイメージがある。やっぱりソシャゲなんで。まあ、正式にちゃんと見てるわけじゃないんですけど、多分通常信長の野望よりも女性武将の登場機会が多いんじゃないかな、ソシャゲの方が。2000バツバツとか。いやー、コブエはさすがに女子信長やらんでしょう。女子剣心はや、理由ちゃんと理屈があるからできるけど、これ国久を、いやでもこれ3方向から殴れるからここでいいや。頑張らない頑張らない。追っかけてくんの？狙うは敵の軒口を。動くぞ続け。あ、戻った戻った。はい、要所を取りに行く。どうしようかな。森下同様が間に合えば混乱を入れられる。いっか、いや、ごめん。森下同様の混乱を指して3方向から行きましょう。吉川もただの夢はいませんね。いや、そこはほら、光月影のようにうまくこれ解釈し、なんとか解釈しましょうよ。いや、当時は、まあ、ぶっしょめって言われたけど、現代的 美的感覚から言わせると、実は現代人から美人に見えるとかさ、そういう無茶苦茶な言い訳をさ。ご命令とあらば。はじかれた？マジかよ。森下どうよ。もうしょうがねえ。あ、そうそうそう、村上水軍の娘がそういう設定でしたよね。当時からブスだけど、我々の現代人の目から見ると美人に見えるっていう。よしよし。よし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 。動くべきか。城を制したぞ。縛り上げなさい。使えてみるもよいか。下の押せようとも無駄よ。ピンポイント、ピンポイントかよ、ピンポイントかよ。次こそ負けるわ。ピンポイントか、まあしゃあないっすね。ゲッ。わ、常久だ。罵声かよ。常久が来ちゃった。ただ幸い近いから、戻り次第。で、上市場は、そう、また早くもこれ過労ロンダリングしたくなった。国久に任せるつもりだったんですけど、ちょっとなんか時々ありますよね。なんかその暴政が罵倒かよみたいな。順にしたね。
戻り次第、出撃するとして、城主は一旦空っぽでいいや。多分占領で到着までに時間がかかると思うから、これ国主出せない。そうですね、浮田直家とかも足止めとかでしたっけ。いやでも天骨戦士さんの伐採だったらむちゃくちゃ防御力下がるとかならよかったんですけどね。あんまり差ないもんね、これ先方。立原さん、亀井、立原、亀井、いやこれ違う、亀井か、亀井、立原、亀たちから何条。お任せくだされ。軍開発、なんかもうちょっと能力差、もうちょっと先方能力差のダメージ下がればいいんですけどね。わかりました。森下同様の混乱は一応ワンチャン期待する。中世キツイン、立原さんと、ありがたいの、亀井さん、ん？こっちか。抽選7。運に来ます。3900。まあギリギリまで引っ張りましょう。4200。で、天子国久を城主にするかどうか、どうしようかね、迷ってる。国久を城主にして。てあげたいんだけど、忠誠下げられた時にちょっとダメそうだよな。まあ池田にするか。感謝いたす。池田輝政を城主にして、身分がちょっとしんどいけど、多分おそらくこれ旧敵系で忠誠心が下がってるだけだから、半年ぐらいすれば全員黄色くなるんちゃうかな。そう、国下多分囲まれた瞬間降伏すると思うんで、行くか。動くべきか。まずガイドビーコン、わ少なっ。ちょっと若干不安があるな、これ。森下同様体、ある程度兵がいないと一発で解ける。森下同様、いかに動くべきか。三部隊遅れずついてまいる。国衆込みで4部隊。まあ固有戦法に関しては多分ライブ 2D の労力が追っつかなかったんだろうなとは思ってる。いざ行かん。戦法やるときね、ライブ2D でユッサイスタしますからね。ユッサイスタするような武将いねえんだけど。よいしょ。お指しず願えますか。いやーでもせっかくのライブ 2D だから、なんかお市とか銀千代とか無駄にゆっさりさせてほしかったな。夫人を始めよ。よし、恐ろしや、天子常久恐ろしや。いやー、僕はこういう戦法の少なさはライブ2D の労力問題なんじゃないかなと思ってる。まあ本当のところは分かんないですけど、もちろん。いやーもうそんなスパロボだって昔はユースタイスしなかったのに、
もうある時急にもうぶち切れたかのようにユッサイスさせ始めたんですから、いいのよ、いいのよ、信長の野望でユッサイスさせたって。菊池を守り抜くぞ、チャンス、かに動くべきか、狙うは敵の野菊池よ、チャンス、国衆死んでこい、ご主人、いかに動くべきか、それが試される時ぞ、我こそはと思う者は続け、よし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 、国主の尊い犠牲のおかげで、あー、アルファガイデンのエニルが初売れだったか、よし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 、じゃあちょっと軍を取り返しまして、っていうか、あー、でも2条か、2条はさすがに無理、早々に掌握します、この汗入りじゃないでしょうけど、この汗入りっぽい名前のところを、違う、これこの会見まで上司なのか、ここまで上司なんだ、広いな、目を賜りたく、広いね上司城、ちょっと広、むしろ広すぎて困る、で上司城に代官を入れよう、代官、上市場に、の読み方焦りなんだこれ、あ、ごめん、 こっちが汗入りで焦り、これ会見でいいのこれ、池田一族は一人入れるか、池田重俊は違う、重俊は違う、誰か息子、あ、テルマさんの息子たち入れましょうよ、誰だっけ、誰だっけ池田一族のうちテルマさんの息子たちは忠勝、照澄、利隆、正綱、ああ、三つ葉さん孫になるのか、むしろ長吉系、長吉、長行、いや違う、長行は長吉、ああでもあれだ、なんだっけ、長吉と長行は長い系ですよ、テルマサはテル、もっとテルっぽいね、意味名をつけてほしいんだけど、確かにジップでね、テルズミ、トシタカ、マサツナ、もうちょっとね、全員テルの字、テルの字をつけてほしいですね、息子たちにもう分かんなくなった、忠勝、ありがたき幸せ、テルズミ、テルズミ、テルズミはだってテルが入ってるから、テルズミ、ありがたき幸せと、トシタカ、よし、ありがたく存じ、オッケー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 、もうで、あとは吉岡も入れてあげましょう、かたじけない、あ、ごめん、今メッセージ見てなかった、左下のメッセージ出てますか、ちゃんと、よし、いやー、やっぱりね、ダメっすよ、息子にはちゃんと自分の一字を上げた方がいいっすよ、そうしないと分からん、わお、直撃かよ、直撃を受けた、あ、これぞ天佑、セーフ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 、いやー、見事に避けた。金がない。米丼商人。いやー、考え作っとこう。いやー、先に商人町かな。商人町もう一つ。お任せください。で、代官に、
侍大将を外して組頭恩に来ます。亀井さん、ありがたき幸せ。いやしかし今のところの手に入れてる武将がいい感じ。すまぬ真似をいたしました。きた、そういうことをする、そういうことをする。もう旧敵が消えてくれればいいんだけど、どうしよう、どうしよう、金がない、金がなくてどうにもならん。10等級でいいから、米を売って取引売却、グググ米を売っても10等級も売ってない。あーと当然これ以上売れない。いやーでもちょっとせっかく国久って、いやだってうちのエースよ国久、今79、83、統率も部位もぶっちぎりのエース、やめてほしい。許して。吉川家がもう、吉川家が攻めてる。いや出撃中でも引き抜かれたと思うんだけど、城へ戻ります。出撃中引き抜かれないとかあったっけ。軍道、軍道、あ、合算戸田城を回り込む悪くはないと思うけど、お聞きください。そんなことより家宝だよ。お、7月で家宝入れ替わってる。いやー取引売却、足りん、足りんだよね、引き抜かれるよね、足りん。感謝いたす。そろそろ恨みフラグ消えてない？ダメか。8月にまた売れるんだっけ？あー、イフ、いや、ちょっと今からイフは無理よ。ワンチャン、いける。これでおそらく、これで、よし来た。よし来た、3000。9等級買って、間に合った。よし、エースとどまる。でちょっと全体の状況を見て外交を決めましょうか。毛利がやっぱり強いんだろうな。毛利、長宗我部、榊原、織田元気、いやーだいぶ兵糧派手に打ったから、合算戸田城落としに行く。真田がでかくなってた。ああ どこに突っ込んでんねんね真田。むしろ武田がでかくなってる。2畳スタートで4畳。豊臣はかろうじて滅びる寸前で、かろうじて豊臣、ああ一応2畳あるのか。三好がいなくなった。これ合算戸田城のチャンスではある。合算戸田城つっか。
チャンスチャンス。浮田が、高田城に行ったんで、その間に細川も動いてる。やっぱりこっちだな。ガッサンと和城行きましょう。米が、米むちゃくちゃ売っちゃったから。宇の古いところは今城を取りに行く。落としに行きた。あれ、新しい混乱持ちが密かに入ってる。ちょっと湿気。能力先方を、あー、なんかこ、あ、すごい混乱だらけだこれ。南条宗勝が、な、南条宗匠が、へー、すごいじゃん。混乱声明、お前誰だ。南条南大当主、上市城城主、天子常久の攻撃を受けて居城を奪われ浪人、毛利元就の援助を受けて居城の奪還に成功。へー、南条元継の先代、宗勝の嫡男。いや、いいですね。混乱声明はいいよ。能力値もまあ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 そうです、すいません、阿部ちゃんすぐ気づかれるな。の古いところは今、じゃあこの南条宗勝使いましょう。南条宗勝先行、千の兵を率いて出陣いたします。結構音拾ってるもんですね。これさっきのやつ、この国衆でちょっとガッサン戸田城に嫌がらせ、彼の血を我らが手に。マジでおならの音バレちゃう。僕たまにプー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 おならして、あの椅子の音だよって言い張ってるんですけど、砦がある、砦がある。お、ちょっと商人町を考えかな、考えかな。いや、まあ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 、いや本当に椅子の音かもしれないですよ。早速始めまする。ガムにおたけが変わりましたね。いや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 、そんなダメっすよ。ガチ恋勢が失望しちゃうじゃないですか。この城を奪ってくれる。方位74、方位74大事。進軍について、あれこっち来るのこれ。離脱、追っかけてくんのこれ。あ、そんなに、え、そんなに。ご命令を下され。行くぞ皆の者、彼の血を我らが手に。あー、水戸屋落ちましたね。あー、じゃあガッサンと味を頑張ろう。これね、軍道整備できてればね、かなり、もう珍しく軍道整備が役に立つタイミングだったんですけど、動くべきか。さすがに今金使えなかったんで、このままうろうろしてくれるなら合戦いけますね。ちょっと兵糧が不安なんで、少なめ。おのども、ついてこい。ほう。みな、城攻めを始めなさい。これ入城する、叩く。戦となる。戦になっちゃうか。婦人を始めよ。下がる。これが来れば、ここまで来れば巻き込める。いや、巻き込めないわ。あー、そうなっちゃったか。ご指示、目を賜りとく。落とせるかな。目を賜りとく。敵はよく城を奪おうぞ。うえー、耐久7900か。これはちょっとしんどいかも。ちょっと無理かも。耐久7900はさすがにきつい。しかも守ってるのは天子常久。
無理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 。どうしようかな。一回引き上げるか。ちょっとずつ部隊出してじっくり包囲するっていう手はあるんですけど、耐久力15しか減ってない、耐久力37600、そう今城の上でね殴るべきだったかな。消耗戦やればよかったな。一回撤退かな。いかに動くべきか、さっきみたいにさっきの上市場みたいな形でキッカーが殴った後にキッカーの部隊を殲滅してっていう作戦でいきたい。うわー、これダメだ、外交しよう外交しよう。敵視敵視敵視、あれ、浮田ですかね。本当に浮田か、浮田か。あ、森がだいぶ弱体化してんじゃんこれ。確かに榊原も場所的には浮田と組んで毛利に対抗っていう形がいいかなとは思うんです。僕あそこですよ、水戸山では絶対欲しいんです。違った違った、山吹までは絶対欲しいんですよ。銀山で、ということは毛利と戦わざるを得ないから、足利にはあんまり CP ですよ。足利はそんなにね、足利よしてる。まあなので、まあ浮田と組んで毛利と競り合っていくみたいな形がいいかなと思ってる。水の残り1条、水の勝成、トールちゃん凡庸な顔してんな。77-79ですけど、愛用元綱、愛用でよかったっけこれ、愛用元綱の擁立を企んで殺された、渡辺勝の子供、渡辺勝の子供が通る、出雲遠征でしんがりを受けます。まあでもその父親が謀反を企んで、まあ謀反というかそういうのを企んでたのに、まあ息子がそうやって忠義を尽くして死ぬっていうのは、まあなかなか熱いですな。今義経さんのね読み方がねいまいち覚えられないんですけど、考えさらに考え、早速始めまする。へえ、大河に親子出てた。亀井さんをね引き抜かれたくねえんだよな。へえ、渡辺綱の一族だから。へえ、面白いね。で上市場に、勝久くん放り込んで、いや、いけた。勝久くん、三政、森下同様。そうですね、森最後の一条狙いがいいと思う。今二条あるんですよ。上月城に今榊原とかが攻めてくれればちょうどいい。
心得ました。そうですね、光月城が残られると厄介ですね。津山が残ってくれるとありがたい。津山柔らかい城が2500、光月城4500。あーそっか、池田せんちゃんがあの 森家にいるのか。へいへい、せんちゃん返してよ宝術持ち。で金収入的に外交を入れるか政策入れるかしたいですね。まあ制度改正は入れとこう。うん、まあ外交かな。武蔵も津山にいる。じゃあちょっと浮田と、浮田あれ、あ送る人間がいなかった。ああ、上州、そっか、上州に牙があるもんね。うちの馬術持ちは一人もいねえ。一人も馬術持っとらんわ。せっかく馬が取れるのにな。せっかく馬術取れるのに4止まりか。じゃあ1がね、1人でもいれば5にできるのにね。あー、森の方には、森の方で馬術ね。ではかかるとしよう。森家、はい、いません。確かに中国で馬術持ちは少なそうね。寛大、商人、お任せくだされ。いやー、あ、逆に確かに雨子だったら一人ぐらいいそうな気がすんな。だってその馬術のある国を持ってるわけだから。そんなことないわ。全然そんなことありませんわ。じゃあこれ上市場の馬術って誰が使う、何の役に立つねんっていう話ですねこいつら。上市の馬術ね。いや上市の牧場、キッカーが利用する。そっか、キッカーもタルが持ってたっけ。わあ、森のボコボコ。あ、鹿之助、いやでも鹿之助も馬術はなかったと思うよ確か。浪人中の鹿之助、はい、健康構成老、老子。吉川が、あれ吉川も別にないな。そっか、じゃあ誰が持っとんやんちゃう話ですよ。もうあの馬術誰も生かせないじゃないですか。じゃあ、お、来た、銀山一つ目来た。誰こいつ。僕そういえばさっきあの雨子を滅ぼしたんですけど、雨子を滅ぼしたんだけど誰だみたいなのが結構ちょこちょこ仲間になってる気がする。立原さんは、まあ立原さん、いつもの底力立原大好き。南条元忠、亀井、山名信道、誰だ。目が泳ぐ。目が泳ぐ。スケトルとの戦いに敗れて廃止。雨子と結んで自立を図る。お、稲葉山名家は断絶。まあスケトルに抗っ、スケトルとなんかその戦った人ね。
南條、あと山田重直、雨音の仲で良かった方の山田ね。南條元清、南條シリーズがいっぱい入ってるんですけど、まああと、あ、おー、稲葉山田系の山田たちね。あ、そうそう、銀山。承知いたしました。そういえば、あの徳姫の話なんですけど、あれ、徳はどうした。あ、あった。徳もう家康滅びそうなんですけど、これあれ、まあ追い詰められてんね。徳姫、宇治直に嫁ぐ。北条家の滅亡後は池田輝政の妻となった。輝政の繊細の子俊孝を毒入りの饅頭で殺害しようとしたという逸話が残る。ひどい、ちょっとひどいじゃないですか。なるほどな。まあこれが史実かどうかはまあさておき、まあそういうのが噂される程度にはあまりうまくいってなかったか、家中でブイブイ言わしたか。で、ごめん、ちょっと待って、トシタカが最終的に死んだ後、この三政が後を継いだんだよね。うん。トシタカの嫡男、家光に一条賜った。岡山31万石藩主。で、そいつの後を継がせたかった息子の方はどうしたんでしょう。まあ継げなかったんだよね。ここにあれ、金山作る。ここは米丼。よし、外国ルー。うん、鳥取家だけはあの池田長慶の方でいいのかな。出てった。あ、継いだんだ。池田家って3つぐらいあったよな、確か。あ、それで分家した。じゃあその徳姫の息子の系列と、あの長慶の系列と、さっきのあの三政の系列の3つに分かれたってことかな。三政系と徳姫系と長慶系。んちょっと待って、あら、雨子が、これ吉川ごっつぁん狙ったか。雨子が吉川かはごっつぁんで、僕ガッサンとタジオが抜けなくて困ってるから、まあ結果的にね、つねちゃんの結束ね、そんなめちゃくちゃ栄えたってことだもんね。で、これはどこに向かってる。あくまで取ってるだけ。いや、キッカーね、あの山吹氏を取られちゃったから、ごめんあった。こんな逆サイドにあるとはね。うん、あ、徳姫の方が先に死んでるんだ、年高より。榊原が森を攻めた。森をね、滅ぼしたいですね。津山城は正直今の実力で落とせると思うんですよ。頂上です。よっしゃ、銀山来た。亀井取られたくないでござる。取られたくない。武勇79、政務87。シャム亀井取られたくない。
中性6だったから2上げればいいから9等級で構わない。もう取引家宝9等級人事懲罰亀井よし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 で、お金すっからかんになっちゃった。すっからかん。鋳造所作るつもりだったのに。で、森を倒しに行こう。森を倒しに行きたい。できれば、その、榊原あたりが光月城を落としてほしかった。まず、ビーコンを出す。でビーコンに食いついたところを合戦に巻き込めると理想。うん、あの加護がね微妙に逆ではあるんですよね。交換ってできたっけ。まあ一回ずつやるしかないか。亀井さんにあげて、お天国にしためっちゃ中心じゃん。ありがたき幸せ。じゃあいっか。いやでもうちのエースだしな、うちのエースだしな。天国にした統率80。いやー天国にしたエースですよ。80、83。大官亀井さんを外して80、83。勝久くんもいるんだけど、三政国久とあと南条宗勝。よしで、これはおそらく迎撃に出てくると思うから、そこにいかに動くべきか。この地点で着弾すると1つ2つ、なんとここで巻き込むことができるはず。古いところは今。本当？本当でござるか？先へと向かおうぞ。本当でござるか？あー、ゲー、確かに。あ、天神山向かってるんだったら帰ろっか。お越しを願います。ちょっと様子見よう。いかに動くべきか。むしろ今うちにここ取っちゃおうか。いますん？あれ？あ、ラスイチか。裏紙ラスイチ。あ、森勝永がいる。激励鉄壁明石照澄。おお、いつの間にか、あ、今かご滅んでる。北条家により。北条の拡大が関東じゃなくて東海に行ったんだ。武田、真田、上杉、伊達。いやー、このゲームやっぱりあれですよね、 CPU が全く外交しないのがね若干引っかかるんだよな。あの、2つ3つ先のちょっと大きめの国に粉をかけるぐらいはやってほしいな。九州は全く動かず、
小田がね、小田がまあ、あれ、真田が、真田思ったより伸びてんな、これ、こっち方向に。斎藤。そう、だから、すべての国がこれ、単独でお互いを、まあ、周りを、とにかく、兵力の減ったところを殴りかかってるっていう、なかなか強権モードなんですよね、このモード。まあ、例えばほら、相性がいい、相性が近いところとか、なんかやりようないかなと思うんですけどね。あ、帰り道を叩こう。帰り道叩いて落とそう。つねちゃん出撃。お指図願えますか。あ、そうですね、今回包囲網とかもないもんね。三つまさ、わしに従え、お礼を願いまする。三つまさと雨子プラス立原、雨子プラス立原隊強い。遅れずついてまいる。まあまあまあ、さすがにこのせいで毛利がキッカー攻めるのはしょうがないと思うんで、あとは南条宗勝対混乱で、米がちょっと少なくなってたから一回こんなもんでいったな。ここで巻き込め、よし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 。あ、そうそう、鋳造所。お、飛び出た。お指図願います。ここが戦い、我が戦法を見るがよい。よしよし、武の古いところは今。お指図願います。いやー、あのね、あの、別に北条をひいきしてるわけでは決してないと思うよ。今までのシリーズでもまあ順調に普通に強かったから。ただまあそう言われてしまうからまあバランスには気を使ってほしいなって思う。だいたい皆さん自分がゲーム開発者だとして、自分の好きな勢力を強くしようと思います？まあ普通は思わないですよ。普通は思わないですよ、どう考えたって。獅子粉じはね、獅子粉じはね、あれはね、なかなかぶっ壊れでしたね。お越しを願いますよ。わ、これは、あ、森の主力か。森の主力か。あとはまあ一人で作ってるわけじゃないですから。誰が命令すればそんな人、どこかの勢力に肩入れできるのって話じゃないですか。このまま、いや、どっかを強くするってことはありえないと思うよ、普通。好き嫌いでは、まあ、あの、なんだっけ、ただあのバランスと関係ないところで、あの能力値に悲喜が出るのは、まあ、そらしょうがないかなと思うんですけど、そらしょうがないかなっていうね。某プロデューサーがね、武田が好きだからね、いや、山形正景の能力とか慎重に調整したりとかな。まあでも、もう能力値でどうのこうのいうゲームではないですからね。
例えばあの僕が鬼祖豪大好きだぜって祖豪の武力を100にしてもまあ身をつけた、まあ身をつけた、身をつけた鬼もならんでしょうっていう。まあゲームシステムとそれっぽいものの噛み合わせがちょっと強すぎたっていうのはね、多分出てきてるんだと思いますよ。できれば森吉成と戦いたくない、森吉成と戦いたくない、そうそう武田ね、革新時代強かったっすよね。革新武田は本当にだった。心はよ、軍略というものを見せてくれ。大使の北条と創造の北条はそんなにイメージないんだよな。まあ強かったとは思うんだけど、なんかあんまりイメージにない強さだった気がする。ご命令とあらば、いざ進む。まあ僕もあの里見と佐竹をもっと強くしてほしい派ですね。お指図願います。秋へと向かおうぞ。これうまくタイルを立てないかな。秋へと向かおうぞ。そう、大したと僕ね、正幸超苦手だったな。敵の正幸、いやな戦法使うんですよあいつが。里見あのよく言われる通り、里見水軍を全く再現できてないっていうのが、これダメだな、来ねえな。いかに動くべきか、先へと向かおうぞ。他の要所を制する。来た、来ない、来た、来ない、来た、来ない、でーい、撃墜者来た。と思う者は続け、狙うは敵の軒口を。ちょっときつい天国にさ、の古いところは突っ込む。今動くぞ、続け。お道を願います。さらに下がる。いやー、多分ね、武将の努力を上げても多分佐竹も里見も勝てるとは思えないんですよ。なんだろうね、何をどういずればいいんでしょうね。出現、うん、下がり、そう、なんかまあもう正解権とかをもっと強烈に使う。うわし、これは素晴らしい。命令を下され、あとは国衆をおとりに。よし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 、よくと見るがよいわ。よし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 、我が武力をな。あんたのことよ。そうね、どうしてもね、関東城多いもんね。毎回国衆が悲惨なことになってるんですけど。よしよし、これで一気に両方張り付くか、なんなら。津山城は耐久力2900だから落とせる。光月城も、あーダメか、これ歩が2つある、歩じゃねえ。軍が2つあって耐久力4500だから、ゲー違うな、一回帰る。矢印つけたまま一回帰って、光月城が落ちたら津山行くわ。宇の古いところは今、そんなに城がたくさん欲しいわけではない。城攻めは良き策か。
これでバッチリかな多分。あんまりね榊原とがっつり絡みたくないですからね、まだ。あー、回線2の革新、そうね、信長の野望シリーズで一番回線がくっきりしてたのは革新ですかね、やっぱり。天道は天道であったと思うんだけど、あんまり記憶にないじゃないな。任されましたぞ。よしよし、中道書これで禁止犬だいぶ改善した。で、僕今浮田と神前投げっぱなしなんで、浮田とうまく同盟まで行きたいかな。戦国家が東道によって滅ぼされる。戦国東道で滅ぶ。金の匂いを築いて朝廷がやってきた。あれか、結局裏紙を浮田が食おうとしてるのね。ああ、そうね、あの三国志13の推薦はすげえ良かった。神月城は当然落ちるな。もう神月城落ちるんで、津山城に行きましょう。武の古いところは今津山城に、四国に。ああ本当だ。なんかこの下で実はここに城があったをよくでをよく見かけるな。末春方か。末大内東道長宗我部。まあ四国はもう当然長宗我部で行ってほしいな。柳生家ってなんだよって話なんですけど。柳生が結構勢力ある。ああ確かに東道中国に刺さってますね。鏡山、立花、龍造寺。まあでも言うて中国は多分これ勝った方の島津がどうせ取るんでしょ。どうせさすがに真田絶好調、北条が東海に伸びていく。で、武田と北条ってこれ敵だよな。今川義元が元気いっぱい。よし、まあとりあえず津山城行きましょう。お指図願えますか。伊豆城ね、かなりいい城だもんね。出陣する、ご指示。よっしゃー、鋳造所できた。で、念のための混乱部隊、これ逆サイドから行きたいんだけど、それは無理。敵はよく城を奪おうぞ。ああ、そうですね、この下で小早川は確か九州でしたね。遅れてはならぬ、城を攻めよう。みんな行け。ほら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 。いやー、あれ、ガッサンとダジョンの軍道整備はねちょっと欲しい気がする。普通にガッサンとダジョン、これ多分完全包囲できる、この道があったら。申し上げます、行かせましょう。必ずや全うします。行かせましょう。まあ松田家とかが行くぞ。腕が鳴るわい。ない、そう、いや、これはなんかすげえ、あ、ちょっと33しまった。ヘリ222混乱使えるか。力を振るえ、共に勝ちをつかみ取らん。ふう、確かにね、軍道整備いたの中国みたいな山ん中で出るとね結構ありですね。今実際役に立とうとしている。よし、
よっしゃ勝負じゃ。手動にしてスピード落として、で出してクイックよっしゃ決まった。いやー連射が重要な戦国ストラテジー信長の野望新生、いやー絶賛発売中でございます。いやーよしもうこんな決まったらもう十分や。うえー兵力減少共に勝ちを掴み取らん。よしよし、まあまあいけるいけるいける。維新の話以来、確かに。これで森が、そう、僕正直ね、正直雨子よりも森の方が圧倒的に嬉しい。いや森吉成あんまり使う機会がないんで、森吉成を今回ねっとり使いたい。あれ、ああ強行に切り替わったか。攻め落としてみせた。よっしゃー、いやいや森と池田の中っすよ。縛り上げよ、イエーイ。我が心は変えられぬ。あ、うそん、そう、うそん、まあしょうがないな。貴殿は器が大きいな。これ中性黄色でも仲間にならないのは何ですかね。何なんだろう、相性的なもんなのかね。今ちなみに森長吉は一門衆森長吉、あ野心、うーん、でも鹿、まあ、うん、鹿之助は忠誠心が高すぎてってのはあるんだろうけど、そう、各勢力のなんだろう目玉みたいなのが一人ずつ逃げてってますね。いやーでもここは森吉成でしょう。いやここはあれじゃない、あえて池田の長吉系と思ったんだが、うん、池田系が、あはは、結果池田長生から長吉、ありがたき幸せ、よし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 、これでいや池田これがの池田3つっすよ。池田照政系と池田あの長系と長吉系とで、これ本来はあれだ、徳姫の息子徳姫系が来るんですけど、つねちゃんと、よしよしよし、ちょっと適当に山崎、まあまあ有能だしね、普通に池田重俊、重俊って誰だっけ、池田重俊、あの下妻のか、確か下妻系だったはず。ありがたき幸せ、まあ重俊も入れとこう、かたじけなし。代官南條の宗勝は実は後で南條シリーズも集めたいですね。感謝いたす。亀井さん大したことない仮面。ありがたき幸せ。よしよしよし。いやいい感じに美しい3つの城ができたんじゃないですかこれ。おっと矢倉はさようなら。米丼がめっちゃありがたいですね。考え。亀井。蘭丸ちゃん。やってみせましょう。そういえば鳥取城ってそんなに軍多いわけじゃないんだよな。まあ普通かな、
下に6つ。まあ少なくはないな。十分、十分じゃ十分か。雨子見込み方し。わかり申しました。よしよし。森片付けない。そうですね。軍少ないけど、あの大農村があったから、大農村パワーがだいぶ助かってる。森蘭丸は今夜中やっちゃった。三浦南条。結構増えましたね、組頭。ホロ州は必須でしょうね、今回。ありがたき幸せ。八代。生命持ちの、生命持ちの上州。超越至極に存ずる。生命持ちもそのうち考えたいな。恩に来ます。浮田は44、うん、そうですね、ホロ州入れとくか。うん、そうそう、あの生命南條さんいたもんね。生命混乱南條、あれをちょっとどっかの起点にしたいかな。できた。道ができてしまった。これ確かの自分しか使えないんだっけ。思い出すな、あの信長の野望創造の時に、あのこっちが発見してない道を敵が通ってきてたじゃないですか。あれはちょっとあの、まあ面白いは面白い要素だった。ここ止まりなら、うん、ちょっと下方、まあさすがにでもなんだっけ、今回のあの街道は使わなそうですね、 CPU。 少なくとも使ってるのを見たことはないかな、 CPU がそういうのを。忠誠心6だけど、八代はまあいっか。ガッサン登場戻った。吉川が意外に滅んでない。光月城持ってるのは榊原ですね。今榊原、細川、浮田、雨子、毛利、なんとなくあのちょっとずつ各地方少しずつまとまりつつありますね。まあ浮田と組んで雨子を攻めるのかなと思ってるんだけど、2だ詰め所やってみせまする。そうですね、うん、ある程度淘汰されて信長誕生ぐらいの状況になりましたね、城の数的。お、水野、うわっ、うっそ、マジで、ちょっとマジかよ、うっせろ、うっせろ、ラボ来月とかそのレベルじゃん、マジかよ、マジで金返せよこれ、マジか。やっぱ隣はきついな、隣外交は。2つ先で、多分榊原に外交送っても浮田追い払ったタイミングとかで来そうな気がする。長宗我部ですかねこれ。もう浮田なんか知らない、長宗我部と組みます。いや、はい、長宗我部と外交、長宗我部と柳生はどうだろうね、どうなのか分かんないから、まあ間違いなく手堅いのは長宗我部だと思うから、長宗我部で。で、さすがに上市場から出すと、雨子常久が動きそうだから、
確か8000とか言ってたっけ。うわ、4000。浮田直家デカ玉。小玉の山田そんなにでかいわけではないですから、こっち動いた場合、細川がゲージ貯めてるけど、一応ターゲットは僕ではないはず。赤くなってないから。ああ、もう、隣接してないと贈り物できないんですよ。僕隣接はまだ森にしてないから。まあ常ちゃん、あ、大官大官、南条の時を外し、心得ました。だっけ、南条宗勝、南条宗勝、お、森吉成にも来ちゃう。ちょっといいんじゃないのこれ。お許しを願います。南条宗勝対500。出陣いたします。お許しを願います。天子国久対1500。出陣する。お許し。森吉成対1500、1600。いいじゃないの。良くなってない。池田恒興3000、森吉成1600、南条宗勝586、天尾国久1500。まあまあの舞台になった。朝廷からまた使者。で、津山にビーコン出す。まあ確かに割と死にそうな連中ばっかりですけど、ここ取られちゃうか。1234、あ、国衆出せばよかった。命令を下され。威風弱をやろう。威風弱をやるから軍は一回取られて構わない。ご命令を下され。ここで強撃するか。行くぞ。ここで強撃するんで一回思いっきり下がる。お察しを願います。戦に備えよ。命を賜りたく。いかに動くべきか。こっちを起点にしないとダメか。兵よ、声を上げよ。戦ぞ。よしよしよし。しかも確かに今細川に食られるとマジで困る。浮田直家の4000を触らずにクリアするのが理想。浮田秀家があんなところにいる。いかに動くべきか。こっちは新見国常、天子国久で干渉できる。罵声でした。なんだろうね、この天子常久と浮田直家で罵声合戦やってほしいですね。もうエスプリの効いたウィットに飛んだそういう罵声を流してくれるんですよ。
ここで強撃命を賜り南城を命令を下され後藤これ国衆かこの後藤いかに動くべきか国衆ゴー兵らよ上へ共に勝ちをつかみ取らんまあ国衆はしゃんなんてことよでさらにもう一国衆試される時ぞで、混乱溜まってる今、浮田直家が動いた我が策にて仕上げと参りましょう浮田直家帰ってほしいんですけど帰らない我が軍略今こそ披露してくれようぞ浮田直家帰らないのはちょっとまずいな命令はいかん狙うは要所進めこれで狂気ではなくなった逃げる逃げる逃げる全力で逃げよう武の古いところは今武の古いところは今おお突っ込んでくるんだまあラッキーか味方の優位は歴然ご命令はあとここを2つ落としてこれを落としたら勝つだろうご命令はあ一つ落ちたよしよしまあ結果的に浮田直家倒さずに済んだけどあの一時強撃食らって結構ダメージ食らっちゃった3000減った。我らの武名、左渡らん。で、軍を奪還して。なんたることぞ。全部軍奪還したはずで、すぐさま帰って。いかに動くべきか。本当はね、こっちからショートカットしたいんですけど、それはできない。一回帰る。動くべきかそういう帰り方、うん、まあこのままこっちへどうやら迎撃は間に合いそうだと思う上市場に兵はいるしちょっと取った軍を踏まれるのがムカつくぐらいであ本当はここ奪還してねえ右これここここここどうかごめんここは返してもらうよいしょ出陣じゃここ返してもらう労力は1あーでも気がつくと結構いい時間だなちょっと迎撃時間がありそうなんでまあ霧のいいとこでここまでしましょうか毎回言ってるけど別に気が良くないなまあまあ時間帯なんでここら辺にしておきましょうかそんだけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました第1回はこんな感じ九州が意外に動きなし長須壁が強いいややっぱり長須壁ですよもうね浮田直家とかね信用ならんもうやはり信用するべきは長須壁長須壁と手を組んで浮田を倒したり毛利を倒したりしましょうまあ最終目標としてはまああの天下人になるかな上洛はやりたいですしまあ機内での最大勢力に勝ちたいかな多分織田になりそうですねこの流れだとそんな感じやっぱり確かに浮田からの熱々違いましたね真田がちょっと追い詰められてるな上杉に上杉と長野にじゃあ続きはまたしてありますんでその時はぜひよろしくお願いしますで、今日は最後にいつもの育種音にはしごしておりますんで、はしごさえ方も引き続きよろしくお願いします。で、一旦放送を閉じます。皆さんお疲れ様でした。